はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。スプラトゥーン実況プレイよろしくお願いいたします。まずはじめに皆様に一言、言わなければならないことがあります。先日の動画の内容についてです。先日の動画の内容でですね、不快感を覚えた方、嫌悪感を覚えた方、たくさんいらっしゃったみたいで、その件に関して改めて、深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。ですが、その内容に対して賛同してくれる方もたくさんいらっしゃいまして、そういった方々の意見も聞けてすごく励みになりまして、これからそういった賛否両論いろいろあると思いますが、これからもスプラトゥーンの実況を続けていきたいと思っております。これからもモッティのスプラトゥーンの実況よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はオクタシューターレプリカ一足イカ足両積みのやつでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日のステージは、アロワナモールマサバ海峡大橋です。腕前もだいぶ落ちてしまいました。ちょっと自分の立ち回りも改めてもう一度一から考えていく時期かもしれないなというのを、あの動画を上げた後にすごく思いました。すごく内容等々で指摘される部分もすごく的を射ているものが多くて、なのでまだまだ自分に至らぬ点があったにもかかわらず、ああいった発言をしてしまったことを深く反省しております。また練習して改めて完走を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では、やっていきましょう。寿司コラ2つとジェットスイーパーとバレデコですか、バレデコじゃないですね、出てこないですね。試合に集中しましょう。すみません。とりあえずまずはワール33状況、ジェットスイーパー右から、ゆっくり行こう。ここが、そうないな、ちょっと持つべきじゃなかった。集中してやっていきましょう。一回降りて、台を取ったのはでかい。いや、ジェットスイーパーなのか、ジェッカスじゃないのか、ジェットスイーパーなのか。うえ、割れる。いきます、ハイドラを無視します。63、ドラコラにやられたのか今の。なるほど。3落ちしているセンターからはいけない。ナイス。よし、出てきてくれてよかった。はい、そして周り見る。いいよ、もう一個いる。あー、ローラーコラだこれ。あ、違う。残念。ちょっと小回り手薄になっちゃったかもしれない、俺が前に出たせいで。バリア、味方バリア気をつけて。上、スパショ来るね、スパショ来るね。まあスパショ来るけど、まあ、前に出すことである程度時間を稼ごう。
割れるか、いけるか、行った方が良かったかこれ。13、23状況、これは待とう。ナイスナイス、攻め時、ナイス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 、あー惜しい。25、オッケー、台を使われてオールダウン。どうだこら、うわぁ、マジか。ナイス、ありがとう。ボム置きながらスペシャル貯めるのもあり。ボム置きながらね、台を入って、台を入っただけ。ジェットスイーパーがまだそこにいる。よし、 OK、 OK、 我慢した甲斐があった。よーし、 OK、 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 しっかり我慢した。ふぅ、落ち着いて落ち着いてですね。オッケー、よかったと思います。味方もすごい援護してくれたんで、非常に立ち回りやすかったです。はい、よし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 、まずはね、まずは一勝大事、一番最初の一勝大事、きっちり収めてね、また次の試合につなげていきましょう。さあ、マサバ海峡大橋の矛は、まあ、ね、普段よくやってるからあれですけど、アロアナモールがね、ちょっと一足の寿司コラであまり慣れていないので、ちょっとそこが不安材料ではあるんですけども、まあ、ゆっくりゆっくり置いていこうと。ちょっとさすがに、最近ゾンビノバを使いすぎたのか、あまり突っ込んでいく場面がすごく多かったので、まあ、矛としてももっと、ゆっくり攻めるべき場面と、まあ、もっと早く攻める場面と、ちょっと判断がついてなかったところがあるので、まずはちょっとゆっくりに見ながら、状況判断をしっかりしながら行きたいと思います。とりあえず、ここは割れそうかな。どこだ？どこにいる？どこにいる？どこにいる？取れてるっていうのがすごい面白い。いいやつ。ギリギリ右入れなかったか。ちょっと今のはもっと早めに行くやつだったかもしれないですね。バリアでガン攻めしている味方に合わせて、ナイス、いい攻め、オールキル、ナイス、しっかり見とく、後ろにいるべき人間も必要。怖い、上、脅しにしかならなかったな。一発でしたか。さあ、自陣味方にしっかり塗ってくれてる、ありがたい。バリアを貯めてくれてる。右サイ上がった、上がってはない、そこまでまだ来てない。高台手前、厳しいかな。
よし、とりあえず。とりあえず。高台で止めた。ちょっとあくまでにまた時間がかかると思うんで、その間に味方に復帰してもらえればいいと思う。さ、センサーが結構ついてますね、さっきからね。この右サイか上がらないか。よし。とりあえず飛び出してる人を一人倒したら、だいぶまた、入れない。ナイス。うわっと、そっちにもいる。これ悩むね。あと一発。これは戻ろうかな。戻った方がいいね。戻った方がいいね。冷静にね。冷静にね。ちょっと今の踏み込みすぎだね。さあ。しかし味方がすごい頑張ってくれてる。かなり味方のおかげ。お、当たった？マジで。やった。さあって、三状況で、塗りも半々ぐらいで、この辺は塗っときましょう。塗れる武器の時はちゃんと塗る。いいスパショ。一回ちょっと待つ。右サイ42。すごい人数有利にめっちゃしてくれるから、これ俺全然持つよ、みたいな。よし、センターナイス、ありがとう。完璧なんだけど、16は16か。いや、いい援護。すごいいい援護。突っ込んでいく。すごい。ナイス3。その3は大きいよ。わーお、倒したけど、前にはいけなかった。さあ、センターステージまで上がられてきている。さあ、かなり速攻ですね。ちょっとまあ、極力、前には出ない方向。強いな、マジで。マジで、全然なんか恐るるに足らず。恐るるに足らず。マジで。どっち行く?OK。よし。どっち行く?あ、そこ?そこ。できればこっち。できればこっち。ありがとう。ありがとう。すごい。すごい。あ、そこね。はい、OK。ちょっと僕が迷わせちゃいましたね、最後ね。失礼しました。右の方が、上がられる確率も低いし、まあ、ここ、禁止ゾーンもあるんで、安定策ですよね。遠いですからね。はい。素晴らしい。いや、もうこれは、もう超味方ゲーでしたね。まあ、間違いなく。うん。でも、なんか意外とこう見ても平均したキルレだったと思う。な、キルレだったんで、まあ、割と実はいい試合だったのかもしれないですね。まあ、デスの、噛み合い方というか、まあ、味方と、相手のデスが割とオールダウンしちゃったり、サンダウンしちゃうタイミングがパッパッパッと何回かあったんで、まあ、その辺の多分、あれですかね。展開のあやってやつですかね。はい。いやー、とりあえず、一安心、また70代戻ってくることができた。まあ、今日に関しては、マジで感謝ですね、味方に。本当に感謝だと思います。はい。さあ、ラスト一戦。気合い入れて、集中して頑張っていきましょう。ちょっと今日はね、普段より、喋りのトーンを、ワントーン落としてるんで、割と普段のトーンで話してる部分があるので、生放送とか、ニコニコ生放送とかのトーンで喋ってるんで、ちょっと集中力は、いつもよりはちょっとあるかもしれない。ちょっとだけ。さあ、ラスト、マサバ。マサバですよね。マサバを、まあ、余計なことは考える方が、あかんすよね、今日はね。ロンカス。ビクターロンカス。ロンカスをどう叩くかでしょうね、これはね。おそらくこの試合は。とりあえず割れる。前出た方がいいか。負担はかからないか。ごめん。相打ちしか取れなかった。
さあ、矛を味方持って、持つけど、前に進まない、進めない。真ん中上がる。いいセンサー。ちょ、ビビった。すげえよく見てるな、あの豚。怖っ。うまい。いやセンサー多くない？マジで？ラスト一発。いやーリードされて、いやー70、ありがとう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 。ほらただちょっと追撃されそうな。マジか、お互いにか。お互いにか。ゴム置きが正解でしたね。さあ、63。まだ63だったら全然チャンスある。全然あるあるある。どこだ？ノムどこだ？いいね！ナイスキル！どこ？よし！ここは行こう。下のローンが無理。横、オッケー！ありがとう！いけるいけるいける。ナイスリレー、ナイスリレー、ナイスリレー。ナイスリレー。ナイスリレーだけど、その次が割れないか。割れないか。今のボムだな、俺のボムだな、俺のボムだな。いやでもいける。ナイスナイスメガホン、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 取ってポン、取ってポン、ナイス。下ナイス。これは一回避けて、うわボムやられてますね。ナイス。人数が若干少なくなってきてるんで、早め早めに行ってあげたいんだけど。うーわーいいセンサー。ここは割と見られる位置だからな。そう、そっちか。いやーこれは無限な飛び出ししたな。ここ大反省点だな。これやらかしたな。ナイス。止まる。もう持つべき。俺じゃない。ちょ待って、俺じゃない持ってる。ちょ待って、マジか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 。これは俺もどうしたの。うーわ、わかんないやつ。当たってない。ちょ待って、全然わかんない。どうしたらいいんだろう。右サイ。どこ正解。まだまだ控えてる。うん、ありがとう。よかった。よし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 、オッケー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 。攻めとき攻めとき。ラス1、ラス1どこ、ラス1どこ、そこにいる。ちょ、俺が追い詰める。俺が前に行くべき。うわあ危ね。でどこ。ああマジかー、直どこだ、ここ。右サイに落としている。ナイス、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 ナイス。ナイス守備、ナイス守備。ナイス守備。それはいい守備。さあ、前線もほとんどいない。うわぁ、やば。いや、きつ。いや、これはきつい。いけるか？よーし、オッケー！ナイス、味方！ありがとう！いや、マジで、あそこ62、63で俺が超甘い出方した時は完全に自分大戦犯だと思いましたってか、大戦犯だと思うんですけど。
いやーマジで、あれ止めてくれた人神ですね、本当に。相手の寿司コラの方めっちゃ強かった。いやーとにもかくにも、展開のあやでどうにか3連勝って感じですかね。まだまだ足りない部分いっぱいあると思うんで、続き頑張っていきたいと思います。ということで、ちょっと今日は硬い内容になってしまって申し訳ございません。また明日からね、楽しくやっていきたいと思います。では、また明日、モッピーでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。ということで、先日モッティービー4000万再生達成、もう皆さんのおかげですから本当にありがとうございます。これからもよろしくね。ということで、また明日あったかくして寝ろよ。